アベンチュリンと取引してみてどうだった？大変だったんじゃない？あの人はああいうスタイルなの。オールオアナッシングが口癖でね。いつも親しげにしてくる一方で、取引相手を危険な道に誘い込む。やり方は人それぞれだから、余計なことは言わないでおくけど。でもアベンチュリンは本当に運がいいんだよ。手がけた案件はほとんど成功してるし、賭けにだってほぼ負けない。だからピノコニーを取り戻す件についても期待してるんだ。二つの事件については、残念だけど、あんまり情報を持ってないの。詳しいことはみんなに調査を続けてもらうしかないね。俺たちは長官からの命令を実行してるんだ。お前何の用だ。私たちは前にミスを犯したからな。その穴埋めをするのに手一杯で、今は他のことに構ってる暇なんてないんだ。カンパニーの幹部であるトパーズを監視して、彼女がピノコニーにいる間はホテルレバリーの外に出さないようにする。今度は相手を間違えてないぞ。なるほど。あの時ホタルを追いかけてた二人か。なんでお前がまた因縁をつけに来たのか。今度はおじけづいたりしないぞ。用があるなら早く言え。そうじゃないなら邪魔するな。あんたたち知り合いだったんだ。はあ、あんたってなんでどこに行っても前にボコボコにした相手に会うの？そうそう、うちらファミリーのために殺人事件を調査してるんだ。あんたたちの上司と事件について話せない？それは…こら、保安官がドリームボーダーから戻ってくるまで何も話しちゃダメだって言われてるだろ。何が殺人事件だ。デタラメ言うな。そうだ、話すことなんかない。帰れ。協力する気はないみたいね。でも上司がドリームボーダーにいることは話してくれたわ。なら直接その保安官に会いに行けばいいんじゃない？多分この子が言ってたギャラガーって人でしょ。本当に厳重な警備。きっとあいつらも事件のことで大変なんだろうね。ギャラガーどこにいるんだろう。夢を築く芸術は神聖な。クラーニューさん。おい、そこの二人。この先では今ハウンド家が調査を行ってる。関係者以外立ち入り禁止だ。ちょっと待て、灰色の髪のお前、どこかで見たことがあるよな。あんた、ピノコニーでどんだけトラブル起こしてるの？それ、自分で似てると思ってる？いやいやいや、本気で言ってる？間違いない！この前のやつだ！努力だの友情だのクロックトリックだの叫びながら、あの銀髪の子と一緒に俺を殴っただろ。今回は何があっても見逃さないぞ。帰ってくれ。さもないと土下座してお願いするからな。あんたこの人に一体どんなひどいことしたの？ちょっと待って、その
私たちはファミリーが発行した書類を預かってるの。あんたたちの調査に協力するから、私たちがギャラガーさんに会えるよう便宜を図ってもらえないかしら。そのギャラガーってのは一体誰だ。もう何人もその名前を口にしているが、そういえばその灰色の髪のやつも前に言ってたな。え、ギャラガーがあんたたちを派遣したんじゃないの。俺たちは保安官に派遣されてきたんだ。それ以上のことは言えない。だからそれで合ってるじゃん。うちらはその人に会いたいの。ダメだ、ファミリーの名誉に関わることだから誰も通さないようボスに言われてる。さあ帰ってくれ。わざわざお互いを困らせる必要もないだろう。迷惑をかけてごめんなさい。行きましょう。他の方法を考えた方がいいわ。他の方法。そうだ、あんたこの前はクロックトリックってのでこの人を心変わりさせたんだよね。もう一回やってくれない？そのクロックボーイの不思議なマジック。誤解を解くだけだから悪いことじゃないって。お願い。ファミリーの名誉に関わることだから誰も通さないようボスに言われてる。分かったら帰ってくれ。わざわざお互いを困らせる必要もないだろう。本当にやるのか。ごめんなさい、これは人の命に関わることなの。それにファミリーの名誉のためにも私たちは事件の詳細を知る必要がある。いや、俺が言ってるのはどうしても俺に土下座させたいのかってことだ。まさか本当に弱みにつけ込んでくるとはな。それならお前たちの望み通り俺の高貴な頭を下げてお前たちに頼むしかない。いやいや、そんなことしなくていいって。あんたは立ったままでいいからね。まだどくつもりはないみたい。さて今は何時だ。何、もう定時か。任務終了だ。誰も俺の邪魔をするな。あんたのクロックトリックってちょっと危険かも。少なくとも彼が私たちを止めることはなさそうね。行きましょう。そのギャラガーって人を探して事件の詳しい話を聞かないと。やけに騒がしいと思ったらあんたらだったか。ようこそ。こんなところまで来てどうかしたのか。こんにちは、ギャラガーさん。その唇からして私たちがここに来ることは分かってたみたいね。姫子さん、そう気を使わないでくれ。俺にさんなんかつけなくていい。私の名前まで知ってるの？ああ、
知らないわけないだろう。あんたらは有名な請求列車の乗客で時計屋の客人なんだから。俺は黄金の時で一度そいつに会ってる。確かあの時は銀髪の女の子も一緒にいたな。あの子のことは本当に残念だった。それも私たちがあんたに会いに来た理由よ。列車としてもあの子の死を見過ごすことはできない。だからファミリーに協力して真相を明らかにすることにしたの。彼女のためにも正義を果たしたくて。まさか七死人がファミリーとつるんでるとは。これが運命のいたずらってやつか。ファミリーがどうかしたの？いや、なんでもない。気にしないでくれ。ピノコニーでファミリーを嫌う奴なんざいないからな。どんなに美しい夢に抵抗しようが、その時が来れば名残惜しくなる。暖かい場所から出たいと思う奴がいると思うか？そんなのはバカか子供か、正気を失ってる奴だけだ。何かをほのめかすような言い方ね。まさか、そんなつもりはないさ。事件について話したいんだろう。オーケー。それならついてきてくれ。ここは話をするのには向かないから場所を移そう。あんなに恐ろしい事件が起きたというのに、この夢は今も秩序を保って動いているのか。調和のファミリーを除いてここまで巨大な建築物を維持できる勢力は他にいないだろうな。ファミリー自体も巨大で完璧な建築物と言えるだろう。まるで生きた心臓のようだ。ファミリーのメンバーたちは自分を身体のピースの一つだと考えている。唯一のコア、共通の理想を囲むように集まり、その指揮に従い、それぞれの役割を忠実に果たす。自分を捧げると同時に、その恵みを受けているんだ。面白い例え方だ。それこそが、ピノコニーの美しい夢が長く存続している根本的な理由なのかもしれないな。だが、人間の体には終わりがある。それは神の体も変わらない。巡回レンジャーの言葉とは思えないな。事実を指摘しているだけだ。ベルトさんなら私よりもその意味を理解していると思うが。どうしてそんなことを言うんだ。美しい夢は崩れつつある。しかしそれは特定のアイオンや派閥、あるいは特定の客人のせいではない。その崩壊は人間のある種の性質によって必然的に起きているんだ。そしてそのことを認めようとしないファミリーの姿勢が無意識のうちにそれを加速させてしまっている。何の代償も苦痛もない安楽と快楽だけの無境に精神を浸らせていると、人は徐々に絵師に近づいていく。自分では極楽の中で生きていると思っていても、死は決して変えられない結末だ。しかもその絵師は伝播していく。一つのピースの異変がやがて建築物全体を揺るがすまでになり、破壊を呼び崩壊させる。最後は人々が自由のために作った美しい夢がかえって自分たちを閉じ込める檻になる。今回の旅ではかなりの収穫があったんだろう。俺に話してくれないか。もちろん。まあ私が覚えていることが前提条件になるわ。
肌の癖だから気にしないでくれ。過去にあった出来事のせいで私は少し忘れっぽくなってしまってな。この刀を鞘から抜いている時だけそのおぼろげな光景が鮮明になるんだ。なるほど、君の好きにするといい。これで十分だ。ピノコニーで起きたことは全てはっきりと覚えている。何でも聞いてくれ。黎明の時、そこには無境の基盤を加工するための超過工場があると聞く。無境の華やかさの裏には創造の工場がある。労働者たちは日々夢の中で不思議な品を作り出しては現実に戻って、豪華な客室とはかけ離れた寝床で休息をとっているんだ。だが彼らはそれで十分だと言っている。不思議な夢こそが最高の報酬なのだと。私はそこで一人の少女に出会った。彼女は成人したばかりで、本来なら美しい夢を存分に楽しむ年頃だ。そして彼女の最大の願いは、いつか黄金の時に移り住み、自分の手で織ったきらびやかな服を見ることだった。だがある理由によって彼女の願いを叶えることは難しくなってしまった。それでも私は何とかして彼女に服を届けたんだ。緊迫の時、そこはピノコニーの貨幣の中心だと聞いている。ああ、緊迫の時は要塞のような金融街で無境の経済の心臓だ。ルーサン家のピピシ人たちがその運営を担い、貨幣という血液を巨人ピノコニーの各所に送り届けている。あそこでは誰もが立派な装いをしていて足早に歩いていた。地元のピピシ人たちは自分たちの子孫が緊迫の時で働くことを何よりも願っているんだ。他人と話をしようとする人には出会わなかったな。だから私は交差点に立ち、ただ人々が鋼鉄のジャングルを風のように通り抜けていく様子を見ていることしかできなかった。彼らは稼いだルーサン兵を銀行の金庫に入れるためだけにそうしていたんだ。その金庫を彼らが再び開けるかどうかはわからない。そういえば緊迫の時を去る前、身なりの整ったピピチ人が空から落ちてくるところを見たんだが、それでも周囲の人々は彼のそばを通り過ぎていくだけだった。ブルーの時はとてもロマンチックだと聞いたことがある。君が見てきたことを教えてくれ。ベルトさんも聞いたことがあるかもしれないが、あそこはトワイライト号という大型船が夢の海に停泊していて、歌と踊りが絶えない場所だ。私はそこで何年も前に去った夫の帰りを港で待ち続けている老婦人に出会った。泊まった時の中で彼女は数えきれないほどの時を待っていたんだ。湿った海風に吹かれながら彼女は自分の青春について語ってくれた。富とチャンスを求めてピノコニーに来た多くの人々のように、彼の意識は夢の海の底に消えてしまったそうだ。やがて小舟で沖に出て話を続けようと提案され、私は彼女と一緒に船に乗り込んだ。だが彼女は口を開くことなく、ただ海と空が交わる水平線をぼんやりと見つめているだけだった。結局
私たちはそのまま砂浜に戻ったんだ。流行、贅沢、消費主義の無境、黄昏の時、俺の仲間もそこを訪れた。なら、夢を実現するため、あるいはすでに夢を実現した人々がそこで金を湯水のように使い、全てをかけるところを見たはずだ。あそこではあらゆるものに値段がつけられ、全てが売買されている。夢そのものすらも。私はそこで自分自身を競売品にしている一人のオムニックに出会った。誰かが競り落とせば、定められた期間と規則の下で、彼は買い手のあらゆる指示に従う絶対的な所有物となる。そのオムニックは合計12回競り落とされ、私は彼の13回目のオークションに参加した。それは私が見た中で最も盛り上がった回だったが、もう彼に目を向ける者はいなかった。そしてそのオークションで彼は落札されなかった。これが私のこの旅の浅い見聞だ。以前ある人に言われたことがある。ピノコニーは昔はこうではなかった、ピノコニーがこんな風であってはならないと。私は宴の星の現実と無境を歩き、何度も明ける闇を見た。人々のために時が止まり、精神の豊かさと貧しさもそれぞれの尺度で永遠にとどまっている様を。だから美しい夢の崩壊は必然だと思う。もしかしたらその全てを変える方法があるかもしれない。そうかもしれないな。だがもしこれが人々の望む世界であり、生命体が眠りにつく理由なのだとしたら、私たちはそれを変えるべきなのだろうか。ヨミさん、今度は俺が話をしよう。俺の故郷に一人の男がいてな、世界が癒えない傷に苦しんでいた時、彼はある決断を下した。世界中の人々の夢を紡ぎ、それらの夢を互いにつなげ合わせ、自ら背負うことで一人の巨人、精神のアダムを作り出したんだ。その後、その巨人は天と地の間に立ち、世界全体の存続の柱となった。だが、その代償として、前に進むことが難しい人、前に進めない人は、永遠に未来を失うことになってしまった。彼らは、災いも苦痛もない夢の中で眠り、男が想像した理想郷で安らかな生涯を送った。そして精神のアダムは、人々の目覚めたくないという願望によって不滅の存在となった。だが今あなたはここに立っている。つまりその男は失敗したということだ。人は常に未来に向かって進み続けなければ。人間の弱さが人々の歩みを止めることもあるかもしれないが、本当に前に進めなくなった時、人間は必ず自分自身を救おうとする。そしてその男も決して失敗したわけじゃない。彼はその世界の全ての人々と同じように人間の可能性を心に刻んだんだ。彼は神話における太陽を追うものだ。天に向かって飛び落ちることで最終的な勝利を迎える。彼は太陽の前にたどり着くためだけに空高く登っていった。そこは
誰も到達したことのない場所だ。太陽に近づきすぎた彼はそこで溶けて海に落ちるが、その後は無数の人々が彼の体を越え、より高い空へと飛び立っていく。七死人の開拓の精神にふさわしいな。ありがとう、ベルトさん。おかげであなたが何を確認したいのかが分かった。宇宙には似て非なる世界が無数に存在している。そしてその世界には似て非なる人々も無数に存在する。私も旅をしているとき、異なる世界で姿の似た旧友に出会い、彼らの運命が既視感のある軌跡をたどっていくところを見たことがある。だからこそあなたに伝えよう。完全に同じではないが、あなたが描いた物語は私の過去と重なるものがある。そしてその底の見えない夢の中で、私はその男の命を終わらせた。私一人の手で。私はあなたの知っている人ではない。故郷もあなたたちの世界のように幸運ではなかった。それは残念だ。いや、あなたの疑念を晴らせるならそれで構わない。だがそれでも聞かせてほしい。ヨミさん、順守の表彰のもとで君を導いてきたのはどんな力なんだ。ベルトさん、その質問に答える前にさっきの話を続けてもいいか。あなたの比喩が気に入った。確かに鳥は生まれつき飛ぶことができるが、遠い昔彼らの祖先は地上から空を見上げることしかできなかった。彼らは遥か遠く天の外から届く光が雲を貫き大地を照らす様を見ていた。そして鳥たちは何度も何度も何世代にもわたり翼を広げ空高く舞い上がり太陽に触れようとした。なぜならそこに太陽があるからだ。ではそうして最後の鳥がついに空に舞い上がった時、光の果てにあるのが太陽ではなく光を吸い込むブラックホールだったことに気づいたとしたら、なぜ私たちは光に向かって飛ぶのだろう。楽しんでるか、ヨミ。この声はさっきのコンスタンスじゃないわね。彼女の仲間かしら。あんたが何者で何を企んでるかは知んねえけど、俺の弾丸はすぐにあんたを見つけ出す。その前にピノコニーで看護系を見つけて店主に質のいいやつを用意してもらった方がいいぜ。偽物。偽物？なるほど。彼女はヨミを追っている他の誰かに私の居場所を教えたのね。あなたは誰？ああ、相手を間違えたか。ホーリーベイビー、あんたは誰だ？私はガーデンオブリコレクションのメモキーパーよ。おお、すげえじゃん。俺そういう強いタイプ好きなんだよな。あんた
あの偽物のボディーガードか、それとも他の何かか。まあどっちでもいいけどよ。あんたにも銃弾を一発残しといてやるから、首を洗って待っててくれよな。何を言っているのかよくわからないけど、あなたはヨミという巡回レンジャーを知ってるのね。あなたに聞きたいことがあるの。遺言状を書いてほしいのか。いいぜ、書き出しはどうする。遺言状なんかじゃないわ。彼女が一体どうやって巡回レンジャーになったのか知りたいだけよ。あ、彼女は巡守の運命を歩んでなんかいない。あなたこそ巡守の運命の後人。そうでしょ。ねえ教えて、ヨミは一体何者なの。オーケー、まさか味方だったとはな。ホーリースイート、どうやら俺はマジで運がいいらしい。もうすぐピノコニーに着く。メモキーパー、アステナのホワイトオークを買って温めといてくれ。それで乾杯しようぜ。あの女の過去、んなもん誰も知らねえよ。だがあんたが単純な答えだけ求めてるってんならいいだろう。クッションになる椅子を用意しといてくれ。あのヨミって女はな、存在するはずのない指令だ。顔色が悪いな。それともそれも君の演技か。よくまた僕の前に顔を出せたね。これこそが君の望む結果だと思っていたんだが、何しろ僕は君が言ったように忠実に自分の役割を果たしたのだから。もうダメだと思った時は僕に声をかけてくれ。凡人院の天才が僕の遺体を引き取るつもりかい。それは光栄な話だな。戦略投資部の連中も君の訃報を真っ先に受け取りたいと思っているはずだ。忘れるな、君は二度と彼らに会うことはできない。この任務は今僕の手に委ねられている。わかった。じゃあ今すぐ報告を入れてくれないか。アベンチュリンは万全の準備を整えた。17システム時間後に成果を受け取りに来いってね。またそんな大口を。調和にとらわれている状態でどうやって任務を遂行するつもりだ。サンデーとの会話で僕はファミリーの中に裏切り者がいると確信した。ピノコニーの秘密はその人物の手の中にある。そして僕もこの機会に全ての軌跡を本来あるべき場所に戻した。謝礼金も取り戻せたし、ホテルレバリーに足を踏み入れてからここまで順調にことが運んだことはない。勝利まであと一歩なんだ。自分の惨状を復唱しているようにしか聞こえないな。それも負けを認めるのを拒否するような極めて強情な言い方で。僕に言えることはこれだけだ。忘れたのかい？君は僕を一度裏切ってるんだよ、教授。自分の行くべき場所に行くといい。僕はカンパニーの戦艦に包囲されるピノコニーを見たくてたまらないんだ。君も欲しかったものは手に入ったんだろう。ああ。だがどうするつもりだ。その謝礼金の入ったバッグの中に定期動支援を呼べるビーコンでも隠してるのか。さあ、それはどうだろう。まあでも
僕が死の瀬戸際にお金を配ろうとしている理由はそれかもしれない。はあ、君は完全に狂っている。どうしようもないギャンブラー。狂ってるか。もしかしたら僕はとっくに狂ってたのかもしれないね。もういい、これを持っていけ。死ぬ直前にそれを開けるんだ。そうすればきっと僕に感謝するだろう。これはなんだ、処方箋か。君はドラマ性ってやつをよく理解してるみたいだね、教授。人に事件を調べさせておいて手がかり一つくれないなんて、やってくれるな、あの羽頭め。でもあの密航者のために落ち着きを失っている君たちの様子は僕の推測を裏付けてくれた。この後はカンパニーの富の雨を全ての人々の頭上に降らせよう。やれやれ、世の中は乱れ、人々の心も変わってしまった。お前さんは、ああ、わかったぞ。これは何かのいたずら番組だな。きっと向こうの建物にカメラを仕掛け、自分の前行を撮影しているんだろう。お前さんたち若者は、朝から晩まで木をてらうことばかり考えている。それではダメだ。本当に面白いシーンとは心で作り出すものなのだから。面白いシーンならもうすぐ始まるよ、おじいさん。でもその前に少し聞きたいことがあるんだ。この夢ではどこで死を見つけられるか知ってるかい？これはこれはまた死を恐れない若者か。忠告しておくが、自分の考えが進んでいるとは思わないことだ。死、そんなテーマはとっくに廃れている。ドクター・エドワードのところで買ったことがあるが、なんというか一点限りの高級な匿名寄付品だという割にはくだらない、ただのおふざけばかりだった。ひどい出来で、目がたくさんある怪物に腹を刺されるところから始まり、その後は高層ビルや明かりがぼんやりと見える以外、ただ世界がぐるぐる回っているだけで思わず吐くかと思ったぞ。それだけ？他に何があるというんだ。ピノコニーの映画産業の実力には期待しない方がいい。あいつらはそういう作品を前衛芸術と呼んでるんだぞ。笑えるだろう。そうだね、邪魔してごめん。いい一日よ。目がたくさんある怪物、あの記憶行きミームに似てるけど、高層ビルと明かりは死には何の関係もなさそうだ。多分噂で作り上げられたドリームバブルだろうな。頭の中に何かあるような感じがする。調和の影響が出始めてるのか。準備の歌が銀河で歌い継がれるようにするために私の公演を応援してね。
綺麗な宝石。でもこんなに素敵なプレゼント、どうして見ず知らずの私なんかにくれるの？それは美しい夢の中で誰かが貧しい思いをするところは見たくないからかな。あなた優しいのね。そういうことなら受け取っておくわ。ありがとう、初めましてのお兄さん。今度時間があったら私の歌を聴きに来てね。うん、きっと行くよ。ところでついでに教えてもらいたいんだけど、死にまつわる逸話って聞いたことないかな？死？それは怖い言葉ね。美しい夢には似つかわしくない。実は僕はタブロイド紙の記者で、今はピノコニーの怪談について調べてるんだ。君も知ってると思うけど、こういうのって怖ければ怖いほど注目されるだろう。だから何か知ってることがあるなら少し話を聞かせてほしいなって。ただの噂でよければ。死とは関係ないけど、現実のホテルではお客さんが眠ったまま起きなくなったことがあるらしいの。原因不明の昏睡だったみたいだけど、幸い最後は意識を取り戻したんだって。それはそうよね。だってファミリーがお客さんを守ってるんだから。ありがとう、今の話で十分だよ。シペのご加護がありますように。眠ったまま起きなくなった。夢の中で脳が死んだ時に現実の体で起こる反応に似てるな。後半の意識を取り戻したっていう言葉さえなければよかったのに。頭の中の声が強くなってる。だんだん近づいてるみたいだな。酔っ払えば夢を見なくなるが、悩みが消える。やっぱり俺は詩人になるべきだったんだ。お？それをくれるのか。こんなところでお人よしに会えるとは思わなかったな。それとも俺を憐れんでるのか。まあいい、どうでもいい。スラーダさえあれば十分だ。それがこの無教の真理だろ。スラーダは飲みすぎない方がいい。体によくないからね。おっとお前の言う通りだ。だがその前にスラーダの悪魔に会ってみたい。スラーダの悪魔？その話詳しく聞かせてもらえるかな。いいぞ。ああ、それはな、首の太い辰の落とし子だ。あいつらが言うには、それは酔っ払いの前に現れるのが大好きだそうだ。特に道端で酔いつぶれてる、おお、バカ野郎の前にな。ああ、面白い。確かに面白いね。教えてくれてありがとう。ファミリーに入る前はみんなこうして苦しめられたのか。僕の脳を証拠として送りたくなるな。
安全にはご注意ください。何か危険なことがありましたら、ハウンドがいつでも力になります。あなたは体調が優れないようですね。助けが必要でしたらホテルに連絡して強制的に覚醒させることもできますが。いや大丈夫、まだやるべきことが残ってるから。でもありがとう。わかりました。無理はしないでくださいね。何かありましたらいつでもハウンドにお声掛けください。ああ、実は聞きたいことがあるんだけど、ピノコニーで一番優秀なハウンドとして君は密航者と接触したことはある？密航者？ピノコニーに密航者なんているはずないじゃありませんか。どこでそんな話を聞いたんですか？そっか、わかった。じゃあお仕事頑張ってね。やっぱりファミリーはカンパニーに何も教えてくれないな。ってそんなの当たり前か。私と話がしたいんですか？構いませんが、デリケートな話題はやめてくださいね。お金を持っている人ほど夢の中で豪遊するものですが、自分から他人にお金をあげる人は初めて見ました。あなたも体を覆う金箔を分け与える王子になって、溶鉱炉で鉛の心臓を溶かしたいのですか？王子だなんて、それは持ち上げすぎだよ。僕はただこの宝石で君にあることを教えてもらいたいだけさ。君ほどのキャリアを持つ調査報道記者なら使徒も接触したことがあるんじゃないかと思ってね。あら、あなたも好奇心旺盛なんですね。実はそれは私が業界に入った時に一番やりたかったテーマなんです。でも局長からストップをかけられてしまって。その局長は何て言って君を説得したんだい？理由は大したものじゃなくて、ただそんな根も葉もない都市伝説を報道したら私たちは三流メディアだと思われてしまうと言っていました。よく考えてみたらそれも一理あるかと思いまして。誕生日にろうそくを吹き消すと悪夢の幽霊に取り憑かれるとか、そんな報道をするのは正直プロの仕事とは言えませんからね。それは何とも不思議な話だね。いずれにしても話してくれてありがとう。僕に何か用？ごめん、てっきり僕の後ろにある何かを見てるのかと思って。これは僕へのプレゼント？何かの間違いじゃないか？大した金額でもない、ささやかなものだけど受け取ってくれると嬉しいな。本当に？まさか僕が他の人からプレゼントをもらえるなんて。僕の両親じゃなくてこの僕が。ありがとう、本当にありがとう。落ち着いて。実は君に少し聞きたいことがあるんだ。やっぱりか。何を知りたいんだい？僕の父さんのこと、それとも母さんのこと？え？どっちでもないけど、僕が聞きたいのは無教の中で死に関する話を聞いたことがあるかってことさ。へえ、君も僕の父さんと同じことを言うんだな。父さんも危険はどこにでもある、
夢の中でも油断してはいけないって言ってた。父さんはオムニックだから、夢に入る方法が有機生命体とは違うんだ。だから仮に危険なことがあっても無境の中では僕を守れない。守る？身の安全も父さんに守ってもらわないといけないなんて、僕は本当に父さんに遠く及ばないな。皮肉だ。本当になんて皮肉なんだ。そのもっと楽観的になってもいいんじゃないかな。瑠璃も針も照らせば光るっていうしさ。スラーダの悪魔、夢の中の危険、悪夢の幽霊、やっぱりファミリーが約束した美しい夢の中では死が人々の興味をそそる話題であることは間違いない。ただ所詮はどれも噂話、あまり役に立ちそうなものはないな。そろそろバッグの中身が底をつきそうだ。最後の幸運な人に会ってみよう。何かサプライズがあるといいんだけど。花火が言ったことを覚えてる？君たちツガンニア人はマンホールの中にいるのがお似合いだって。あちこちこそこそ嗅ぎ回ってるみたいだけど、そんなに死の匂いが魅力的なの？クジャクちゃん。君か。ロビンが死んだ後テレビに現れた代役は君だってことにもっと早く気づくべきだったよ、仮面の愚者。君、ファミリーに呪いをかけられたんでしょ？はあ、あんなあからさまのヒントをあげたのにな。口の聞けない人を仲間にしてみたらって、こんな簡単な言葉なのに。その結果はどう？君は失敗したどころか自分を犠牲にすることになった。確かに口の聞けない人を仲間にするようにとは言ったけど、君自身が率先して口の聞けない人になれなんて言ってないのに。ほんと、人の親切を無駄にするんだから。どういう意味だい？花火より君の方がよくわかってるんじゃない？歌えない小鳥が目の前で死んでいくのを黙って見てたのは誰？もちろん君だよね、クジャクちゃん。僕が聞いてるのは口の聞けない人になるの意味なんだけど。わかってて聞いてるでしょう。もうすぐ君も彼女と同じように永遠に口を聞けなくなるってことだよ。でもまあ花火としてはそれも悪いことじゃないんだけどね。だって僕が真実に触れようとしてるからだろ。ふーん、愚者、僕がこんなチャチなバッグを持って街中で安っぽい宝石を配ってたのは何でだと思う？全部君に見せるためさ。僕がうろたえればうろたえるほど君を釣れる可能性が上がる。ずっと君を待ってたんだ。こんなに頑張ったんだから、ご褒美として答えを教えてくれてもいいんじゃないか？なんで花火が君を助けないといけないの？君はピノコニーを大混乱に陥らせたいんだろう。僕にはそれができる。ただ一つだけ確かめたいことがあるんだ。
あの時君が僕に言った口を聞けない人っていうのは本当にロビンのことだったのか？もし、いいやって言ったら？ありがとう。その言葉がこんなに親切に聞こえたのは初めてだ。なるほどね。花火君を見くびってたみたい。でも、それがどうしたっていうの？教えてあげる。口の聞けない人って定義に当てはまる人はもともと二人いたの。でもロビンは死んじゃって、もう一人はまだピノコニーにいるけど、多分もう君には見つけられないだろうね。グシャ、今なら確信を持って言える。僕は最初から正しい道を進んでた。ちっとも間違ってなかったってね。今の僕に足りないものは二つだけ。一つは真実の裏にある意味。もう一つはそれを明らかにする方法だ。そっかそっか。よかった。また花火の大好きな向上っぷりを見せてくれる気になったんだね。でも、それって何も分かってないってことじゃないの？いや、これまでに見つけた様々な痕跡からそれが確実に存在することは証明できてる。それで十分だ。今挙げた2つの問題の答えについては、16システム時間あれば全てを明らかにできるだろう。16システム時間？本当に足りるの？それならもう少し君を焚きつけてあげようかな。はい、これあげる。これは花火のコレクションの相互保証破滅ボタン。花火も同じのを持ってるんだ。花火か君のどっちかがこれを押せば、もう一人はすぐにピノコニーもろとも爆発するの。もし君が本当にカンパニーをピノコニーに引き入れたくて我慢できなくなったら、ゲームテーブルそのものをひっくり返すのも一つの手だよ。最初からやり直せばいいんだから。カンパニーってそういうの得意でしょ？だからどうしようもなくなった時はそれを押して。もちろん花火に連絡してくれてもいいけどね。花火の最後の気遣いだと思って。そんなに危険なのか。ファミリーは君の言葉を真に受けなかったんだね。そうじゃなければ君がこれを持ち込むこともなかっただろう。君は花火にはそれができるってことだけ知ってればいいの。残念だけど君の提案は断らせてもらう。君のおもちゃが本当に役に立つかどうかわからないし、僕は君の言う口の聞けない友人を探しに行くつもりもないからね。まあその人がまだピノコニーにいるって聞けたのは嬉しかったけど、後のことは自分でどうにかする。ファミリーの崩壊を祝うためのショーを用意するんだ。クライマックスでは高い壁が崩れ落ち、人々が目覚め、口の聞けない人も再び声を発することになる。その時が来たらボタンを押して盛大な花火で盛り上げてくれ。それじゃあまたね、グシャ。この風に及んでまだそんな大口を叩けるなんて。でも約束だよ。絶対花火をがっかりさせないでよね。戻ったか、35番。そのお守りは気に入ったか？商品コードもお守りになるのか？
黙れ。発言を許可した覚えはないぞ。ツガンニアのハイエナめ。あの黒いスーツの連中は多くを語らなかったからな。お前が一体どんな手段を使ってあの大虐殺を生き残ったのかは知らねえ。だが俺はお前が幸運だと思って買い取ることにした。今後お前とお前の運は俺の財産だ。分かったか？お前への最初の命令は至ってシンプルだ。俺はお前の他にも34人の奴隷を買った。そいつらとゲームをしろ。2日間生き延びることができればお前の力が本物だという証明になる。狂ってるな。はっ、ただの検品だ。購入費用が無駄になるのが怖くないのか？金なら有り余ってるからな、金髪小僧。半世紀奴隷市場にはお前みたいな身の程知らずなクソガキは腐るほどいる。だがお前は見た目が悪くない。だから大勢の客がガリガリに痩せたお前にかけてるんだ。さあ行け。俺を失望させるなよ。いくら使った？ああ、なんだって？僕の価格さ、一体いくらで僕を買ったんだ？ふん、知りたいか？いいだろう、知りたいなら教えてやる。60タガンバだ。あんたと賭けをしたい。60の半分、30。もし僕が生きて戻れたら、それを僕にくれ。賭けるかい？俺と賭けをしたいだと？なかなか骨があるじゃねえか。だが悪いな、それはできねえ相談だ。奴隷、自分の立場を忘れるな。お前にはテーブルにつく資格なんざないんだよ。お前はただのチップ。他人に握られて投げられるだけの命だ。さあ、主人のためにもっと多くのチップを持ち帰ってこい。それができないなら二度と帰ってくるな。オール・オア・ナッシング。俺の顔に泥を塗るんじゃねえぞ、ラッキーボーイ。ギャラガ、あんたが来るなんて珍しいね。ちょっと友人が訪ねてきてな。今少し時間あるか、シボン？私なら一日中暇してたよ。いらっしゃい。ようこそバーナイトメアへ。メニューには何でも載ってるけど、スラーダはないんだ。ここではあんなつまらない飲み物なんか置かない。あとバーの中にあるものはどれも売り物じゃないの。ここで買えるのは喜びだけ。お客さんの心からの笑顔しか見たくないからね。何が飲みたい？すぐに用意するよ。見て、かっこいいお姉さん。セーバルと同じタイプだ。セーバルって誰？ぜひとも紹介してほしいね。
聞こえてた。あんまりそいつらをからかわないでくれ、シボーン。お前の手を煩わせるまでもない。今日は俺が腕を振るおう。年を取ったから少しはリハビリしないと、かつてのなりわいを忘れちまいそうだ。飲み物の材料はどこに置いてある？それなら全部カウンターの下にあるよ。せっかく遠くからお客さんが来てくれたなら、今日はスペシャルドリンクを振る舞ってあげたら？ああ、そのつもりだ。お前らちょっと手伝ってくれないか。バーの中を探して好きな材料を持ってきてほしいんだ。事件の話をするなら長くなるだろうから、お前らに合ったカクテルを用意してやる。カスタムメイドでノンアルコールのな。バーの中？使える材料は全部カウンターにあるんじゃないの？ここは無境だよ、可愛いお嬢さん。あんたが望めばどんなものでも飲むことができる。安心、飢え、迷い、嫌気、どんなものでもあるの。うちのこと可愛いお嬢さんって言ってくれた。現実世界でもカクテルはただの酒と食材の融合じゃない。バーテンダーはカウンターの雰囲気を捉え、技術とストーリーをつなぎ合わせ、ちょっとした神秘と期待を加える。そうすることでお客さんと一緒にそれぞれの人生の味を作り出せるんだ。つまり何が飲めるかは運次第ってことだ。ま、あまり深く考えるな。迷いは楽しむ上での大敵だからな。ここはチップがいっぱい散らばってるね。何日か前、アイリス家の役者が来てシボーンと揉めたんだ。その時に落としたものだろうな。お前、例えるのがうまいな。そういえば、こんな怪物だらけのところにバーを開いてるのも不思議だよね。もしかしてシボーンさんってすごい人？それは直接あいつに聞いてみるといい。まあ、お前があいつを納得させられるドリンクを作らない限り、あいつは何も言わないだろうけどな。消費期限も過ぎてない。あ、大丈夫だって。少し置いておけば多分。どうしてこのバーではスラーダを売らないんだろう。何か事情でもあるのかな。バーテンダーのプライドじゃないかしら。せっかく来てくれたお客さんがどこにでもあるような飲み物を注文したらつまらないでしょ。私がコーヒーを入れる時も同じようなことを考えるわ。あ、姫子の言う通りだね。結構集まったね。これで足りるかな。どいて、志望に用があるの。え、何の騒ぎ。アミーチ、言わなかったっけ？バーナイトメアが歓迎するのは心から飲み物を楽しみたいと思ってるお客さんだけ。悪いけどあんたの提案に興味はないの。でもあなたには才能がある。きっとみんなの注目を浴びれるわ。あなたはアイリスのステージに立つために生まれてきた人。こんな寂れた場所でくすぶってるべきじゃない。一緒に行きましょう。私たちならきっとピノコにいて最も注目されるスターになれる。
無境の隅々まで光で照らすのよ。お願いシボン、あなたが必要なの。見ての通り、今はお客さんの相手をしてるの。何度も同じことを言わせないで。わかった。首を縦に振らないなら私もどこにも行かないわ。炭酸入りの飲み物をちょうだい。甘いやつで氷をたくさん入れてね。ちょっと待ってなさい。どうしよう、あの人にカウンターを占領されたら事件について話せなくなっちゃう。さっき使ったクロックトリック、もう一度やってもらっていい？時間がないの、急いでちょうだい。うん、任せたからね。あなたがシボーンのお客さんね。何か用？私を帰らせようとしても無駄よ。彼女が私のお願いを聞いてくれない限り。一体どうして？どうして彼女はここから離れようとしないの？こんな寂れてボロボロのバーなのに。私とシボンが一緒のステージに立つ瞬間が見えたわ。観客たちは拍手していて、歓声が大波みたいに押し寄せてくる。ゆったりとしたメロディーが響き渡り、カラフルな紙吹雪が肩に落ちる。あたりにはアイリスの香りが漂っていて、なんて甘美な光景なのかしら。この光景は何度も見てきた。夢の中だけど、いつも私を魅了する。だからこそ、何としても彼女をあの世界に連れ戻したいの。ねえ、乾杯しない？聞き上手な見知らぬお客さん。この、手の届かない夢の前祝いってことで。まだいなくなりそうにない。もう一回やってみるしかないかも。一体どうして？どう…おかしいと思うでしょ？私たちの人生は平行線をたどってるのに、それでも彼女を諦められずにいるなんて。私は臆病で弱虫で、光り輝く場所に憧れてるのに、スポットライトの下に立つ勇気がない。私には彼女の導きが必要なの。私だけじゃ何もできないから。あなたはシボーンの過去を知らないでしょう。彼女がどんなに輝いていたか。スーパースターがひしめくアイリス家でも彼女の才能はずば抜けてるのよ。分かってるわ。シボーンは私が彼女の名声を借りて売れたがってるって思ってることくらい。
でも私はただ彼女をあの場所に戻してあげたいだけなの。まだいなくなりそうにない。もう一回やってみるしかないかも。一体どうして？全部アイリス家のせいよ。アイリス家の人たちがシボンを追い詰めたから。彼女はここに隠れてモンスターバーを開くしかなくなった。何もかも策略と陰謀のせい。分かったかも。彼女はここを離れたくないんじゃなくて、ただあの卑怯者たちに会いたくないのね。私なら彼女のために道を用意してあげられる。彼女の力になってあげられる。帰ったら夢の主に手紙を書いてアイリス家の罪を告発するわ。そうすれば死亡もきっと私に感謝するわよね。あなたと話してたらなんだか落ち着かなくなってきた。いろんな思いが混ざり合ってすっきりしたような、泣きたいような。もしかしたらどこかで考え直すべきなのかもしれないわね。私にとってシボーンが何を意味するのかを。これは飲み物だよ。彼女に渡しておいて。私はもう行くわ。それじゃあね。アミーチは帰ったの？はあ、これが彼女のためでもあるんだよね。宴の夢は魅力的だけど、夢は夢であって現実じゃない。彼女の飲み物は私のおごりだから、そのお金はあんたたちが取っておいて。準備ができたらギャラガーのところに行きなさい。今頃うずうずしてると思うから。これはカクテルに使えるかな。あれ、下にメモが挟まってる。大切なものとの交換が必要だって。何か出して交換しろってこと？でも何と交換すれば。っていうか誰に渡せばいいんだろう。癒しきものの夢、つまりこれを持って行っていいってことかな。なんか変な感じがするけど。液体が入ってるよ。ラベルにはスイートドリームシロップ超濃厚って書いてある。
消費期限は書いてないみたいだけど、作られた日は半琥珀期前？こんなの人に飲ませたら大変なことになっちゃうんじゃ。これ固まってる。振っても動かない。期限が切れてなくてもうちは絶対飲みたくないな。私のコレクションのシロップが気に入ったの？大丈夫、ここは夢の中だからお腹を壊したりはしない。ずっと置きっぱなしにしてたけど味は保証するよ。遠慮しないで持って行って。あんたたちみたいな可愛いお客さんをもてなすのにはちょうどいいからさ。じゃあとりあえず持って行こっか。あれこれ言ったが、カクテル作りはお前が思うほど複雑じゃない。好きな材料を選んで全部ぶち込んで混ぜるだけだ。バーの中を見て回って好きな材料を持ってこい。決まったら俺に声をかけてくれ。へえ、早いじゃないか。どれどれ、面白いものを持ってきたな。さあ選んでくれ。それぞれの飲み物には独特のフレーバーがあって、普通はベースとなる材料から第一印象と後味の余韻を決めるんだ。どの材料をベースにしたい？ふん、ピノコ二重を探してもこれより甘ったるい飲み物は見つからないだろうな。だが今の夢追い人はこれが好きらしい。ベースを選んだら次は副材料だな。こいつはベースと不思議な化学反応を引き起こすんだ。主張しすぎるのはダメだが、忘れられない味覚体験をもたらすものである必要がある。どの材料を使いたい？美しい未来、この味は久しぶりだな。ずっと忘れられないことがある。ミハイルに連れられて無境の荒野を馬で疾走してた時、奥室の風の中にこの味が包まれていたんだ。あの時間は魂を揺さぶるようでありえないくらい美しかった。ミハイル、これでいいな。次は飾りを選んでくれ。どんなスタイルが好きだ？ここには何でもあるぞ。宇宙企業のお気に入りか。お前も野心があるな。よし、完成だ。このエルドラドでお前に敬意を示そう、夢追い人。金色の美しい夢に乾杯。やるじゃない、ギャラが。腕はなまってないみたいだね。お前ら満足してもらえたか？この味、スラーダよりずっと複雑だね。豊かな味わいで何重にも広がっていく、まさに傑作ね。特に副材料の扱いが素晴らしいわ。何か特別な風味が感じられる。辛くて酸っぱいけどほんのり甘い。これが何を意味するのかはわからないけど、ギャラガーは自分のコンセプトを説明してくれるのかしら？残念だが、もし深い答えを期待してるならがっかりすることになるぞ。それの持つイメージはとてもシンプルだ。それは美しい夢の本当の味、それ以上のものはない。この本当の味って、そのミハイルって人と関係があるの？そうだ、どっかで聞いた名前だと思ったら、あんたがあの仮面の愚者の女の子に気絶させられた時、
誰かがその名前をつぶやくのを聞いたんだよね。いろいろ知ってるみたいだな。やっぱり俺の目に狂いはなかったようだ。これで正直に話さない理由もなくなった。さあ、事件について話そう。もちろん、そのミハイルに関する話もついでにな。結論から言おう。ファミリーが持っている手がかりによれば、そのホタルって女の子は地元の人間でも招待を受けてやってきた客でもない。つまり彼女は正真正銘の密航者だってことだ。俺も彼女に騙された。本当に年を取ったもんだな。だが宴の星では密航はそれほど珍しいことじゃないし、捜査も難しくはない。事件の後、ハウンドたちはすぐに行動を起こし、無境と現実世界の両方から追跡を開始した。ところが結果は、悪い知らせが一つ舞い込んできただけだった。しかも、とんでもなく悩ましい知らせがな。その子は忽然と姿を消したんだ。夢の中には何の痕跡も残ってない。現実世界でも一向に体が見つからない。まるで最初からピノコニーに来ていなかったかのように。え、それってつまり。変わる、つまりあの子は本当に死んだわけじゃないって言いたいのか。おいおい、この事件の目撃者はお前自身だろう。はっきり言うが、彼女の状況はお前らは愚か、ハウンド家にとっても初めてのことなんだ。初めて。それはつまりピノコニーには確かに死が存在するってこと？見られた以上もう隠す必要もないな。町には華やかな一面もあれば、人には言えないような裏の面もあるってことだ。大人の世界のことは詳しく説明するまでもないだろう。この程度のことでファミリーに疑いをかけるのは単純すぎる。夢の中にも予期せぬ死はあるが、それがどうした。そんな極めて低い確率で起こる事件が影響するのはごく少数の人間に限られてる。本当にこの事件について詳しく調べたいなら、ファミリーの本当の困難を理解することだ。そこでさっきのミハイルの話につながるのね。鋭いな。請求列車もあのオルゴールを受け取ったんだろう。中にどんな秘密が隠されてるか知ってるか。夢の中で不可能を見届け、ピノコニーの父、時計屋の遺産を探し出し、生命体はなぜ眠るのかという問いにお答えくださいというメッセージがあったわ。一文字も間違ってないな。ちょっと何笑って、まさかあんたが書いたの？なかなか文才あるんだね。俺は事件を捜査してる保安官だぞ。知らないわけがないだろう。お前らだってこのメッセージがファミリーから出されたものじゃないことに、もっと言えば両者の関係がそれほど良好ではないことに気づいてるんじゃないか。まだ推測の息を出ないけど、正直ピノコニーの父が実質的な管理者とそこまで折り合いが悪いだなんて信じがたいもの。そうか、なら教えてやろう。その推測は正しい。ファミリーはずっと前から時計屋を敵視していたが、彼は神出鬼没でハウンドたちもなかなか捕まえられずにいたんだ。あの人はまるで自分が作り上げた商業神話の中にしか存在しない人物かのようだった。そこでさらに聞きたい。時計屋は外の世界にそういう冗談めいた情報を流してあんたらを招き、ここを混乱させている。なぜファミリーがそれを容認しているのか考えたことはあるか？あんたたちはこの機会を利用して時計屋の尻尾をつかもうとしてるの？今ならなぜ大奥家が七死人の調査の協力を依頼しておきながらあんたらにいろいろと隠し事をしていたのかもわかるだろう。それは時計屋は夢の地の伝説なんかじゃなく、
ピノコニーの分家史上最大の汚点であり、すべての無教の異変の発端だからだ。まだわからないか？俺が言いたいのは、ミハエル、ファミリーの裏切り者。彼こそが有名な時計屋なんだ。ほら、クラークフィルムランド。ピノコニーで一番人気の映画エンタメセンターだ。時計屋の話をするんじゃなかったの？資料室みたいなところにでも行くのかと思ったのに、なんでこんな場所に。町の文化ってのは歴史において最も信憑性のある注釈だ。お前からしたらここは遊び場かもしれないが、俺の目には監獄に見える。この星の過去を閉じ込めるためのな。ピノコニーが昔カンパニーの監獄生だったことは知ってるだろう。囚人たちはここに送られ、ガーデンオブリクレクションのために大ホールから漏れ出した奥室を回収していた。そして長期的に高濃度の奥室にさらされていた監獄では、ある特殊な現象が生じた。無数の個体の夢が交錯して、人々は夢の中で出会い、現実世界のような生活を送るようになったんだ。だが何事にも代償はある。美しい夢も例外じゃない。結局無教も人々の現実世界での苦しみを解消することができずに、一人の囚人の導きによって辺境の監獄はカンパニーの鎖を断ち切り、自由のために戦い始めたのさ。彼こそがブラザーハヌだ。無教の町の兄貴分、平和の立役者にして弱き者の永遠の仲間。歴史とは常に勝者によって書かれるものだが、芸術的な編纂を除けば、クロックボーイはピノコニーの歴史を背景として創作されたアニメだからな。これは紛れもない事実だ。このキャラクターたちは美しき夢の街の中だけじゃなく、遥か遠い過去にも生きていた。それが分かれば、俺たちがどうしてここに来たのかも分かるだろう。この辺りはハウンド家の人がたくさんいるんだね。封鎖命令が出たばかりだからな。あのサンデーが直々に下したらしいが、一体何をするつもりなのか。今びっくりしたでしょう。随分と大掛かりだな。容疑者を追う時でもここまで力を入れたことはないぞ。いや、中は人が多いから外で話した方がいい。さあ、静かな場所を探して話を続けよう。ここにするか。見晴らしが良くてちょうど彼の姿も見える。クロックボーイ。そのアニメキャラたちが現実世界にもいるのなら、あのクロックボーイに対応するのは間違いなく時計屋ね。彼はブラザーハヌの仲間で、美しき夢の街の初期メンバーの一人だった。つまり歴史上の時計屋自身もその戦争に加わり、しかもアスデナ側に立っていたことになるんじゃない？それは壮大な独立戦争だった。仮面の愚者、七死人、
虚構歴史学者、弔い霊人、厄災前夜。ハネノは多くの仲間と他の星から来た客の助けを借り、戦乱を平定した。当然、その中には後の時計屋も含まれている。でも、そうなると、時計屋は何百年も生きてるってこと？わからない。俺がミハイルと知り合った時、彼はすでに時計屋だった。多分名前を引き継いだんだろうな。保安官さんって何歳なの？13歳。どう見ても無理があると思うけど。ハヌヌは辺境の監獄を解放したが、平和を見ることなく去ってしまった。乏しい資源、虎視眈々と狙ってくる外敵、まとまりのない各監獄エリア、アステナの未来は依然として危ういものだった。だが歴史上の時計屋がその監獄を賑やかな宴の星に変えようとファミリーに協力を求め、ピノコニーはようやく今の名前を手に入れ、星々に向かい合うステージに立ったんだ。だから彼はピノコニーの父と呼ばれているのね。でもさっきの説明で時計屋はファミリーの裏切り者だって言ってたよね。しかもあんたは彼の仲間だったって。それってつまりあんたも。俺は彼の仲間じゃない。数多くいる彼の子供の一人だ。だが確かに俺も裏切り者ではあるな。裏切った相手はファミリーじゃなくミハイルだが。何をしたの？俺は何もしていない。それこそが最大の裏切りなんだ。かつての俺にはあんたらと同じように背中を預けられる仲間がいてな。一緒にピノコニーのために心血を注いでいたんだが、ウォーク家はそんな俺たちに不義を働いたんだ。ミハイルは年を取ってたから、もう自分の子供を守ることができなかった。そして俺たちはファミリーから離れ、自分たちの道を模索したが、調和の裏切り者となってしまった。本当の裏切り者は他にいたにもかかわらずな。奴らは対外的には時計屋の名声を称え続けていたが、裏では密かに彼を誹謗中傷して恥ずかしめていた。それでも俺たちは彼の名誉を取り戻したいと願っていた。本物の裏切り者、全ての黒幕さえ見つけ出せばピノコニーの調和は正しい軌道に戻ると思っていたんだ。だが俺たちは負けた。長い時間が経ち、夢の地が受けた影響はあまりにも深刻で、終わりのない追撃の中で俺は諦めたのさ。まるで負け犬みたいにな。ファミリーは再び俺を受け入れ、保安官の仕事を与えてくれた。表向きは許されているが、実際のところこれは罰だ。それ以来俺は仲間、そして俺の過去と完全に決別した。そしてミハイルは、彼は誰にも気づかれない、誰にも見つからない場所で死んだらしい。それを聞いた瞬間、かつてのピノコニーは二度と戻らないんだと俺は理解したんだ。とても気の毒な話だと思うけど、ことはそれほど単純ではないんでしょう。どうやら時計屋の名を継ぎ、密かにファミリーへの反抗を続けてる奴がいるらしい。残念ながらこれだけの年月が経っても、俺はまだそれが誰なのかつかめてない。それどころか、そいつが果たして人間なのか、それともミハイルの幽霊が夢の中をさまよっているのかすらわからない。これでわかったか、なんで俺がここまでお前らに話したか。あの子の死はきっと時計屋の遺産に関係しているからだ。そして謎の霧に包まれた先、俺たちが探している答えはそこにある。それが本当にミハイルの幽霊の仕業なら、ちょっと会ってみたい気もするな。俺を見下す奴は5万といるが、
対等に接してくれる人はどんどん減ってるから。さて、俺の知ってることは全部話した。お前らがこの老犬を対等に見ようとしてくれた礼だと思ってくれればいい。うん、スタジオの方で何かあったみたいだな。俺はもう行く。お前らの幸運を願ってるぞ。皮肉なもんだな。今ピノコニーから門前払いを食らってる密航者たちと数琥珀旗前に開拓者として称えられた夢追い人たちに何の違いがあるっていうんだ。ギャラガーってやっぱりいろんな経験をした人だったんだね。ホタルの行方は謎のままだけど、彼の話を聞いて多くの疑問が解けたわ。時計屋の正体、ファミリーとの関係、そして美しい夢と死の裏に隠された権力闘争。ええ、ギャラガーは本当の裏切り者は他にいると言っていた。そしてその人物はオーク家の中に潜んでいる可能性が高いわ。それもこれまでに集めた情報と辻褄が合うわね。ホタルはその遺産のために今回の惨劇に巻き込まれた。これで確信が持てたわ。アベンチュリーさんがヨミを犯人扱いしたのはそもそも何の根拠もないことだったのね。あんた本当にクロックボーイが好きなんだね。あれはただのアニメキャラで本人じゃないのに。そういえばあんたにしか見えないっていうクロックボーイも気になるわね。残念ながらあれ以来彼には会えてないけど、今回の調査でこれまでに立てた推測を検証できたわ。でももっとよく考える必要がありそう。ベルトにメッセージを送って向こうの状況を聞いてみましょう。仲間が心配してるのか。いや、ただの業務連絡だ。向こうで何か進展があったらしい。早く行って戻ろう。このまま進むと朝露の館の奥に入っていくな。これまでの道のりは順調だった。というより順調すぎた。警備が厳重なファミリーの拠点とは思えない。まずは話を聞ける人を見つけよう。立派な屋敷なのに客人をもてなす執事もいないとは。緊急事態で席を外しているのか。この扉は開いているようだ。中の様子を探るしかなさそうだな。慎重に前に進もう。待て、
シロ、自分の気配を少し薄めた。これで見つかりにくくなったはずだ。請求列車はファミリーの指示で動いているから言い訳もできるが、私がここに現れるのは道理に合っていないからな。なるほど、面白い技だな。ほとばしる過去の伝説。当主たちはこの模型を使って重要事項を話し合う。ここの足跡は他の場所と違って二つあるな。少し前に外から来た人がここを通ったのかもしれない。過去の伝説。ゆっくり。過去の伝説。人の気配はないが、ここに多くのミームを配置して巡回させているようだな。引導を渡そう。涙雨ふっひっ降りてあふれる。モンスターの体から何か落ちたぞ。これはメモ。執事が他の使用人に残した指示のようだ。朝露の館の使用人たちは他の仕事を割り振られていたようだな。そしてそれはロビンさんが死ぬより前から始まっていた。多くの人手を必要とする作業かもしれない。例えば調和セレモニーとか。だが理屈で言えば、どれほど重要な任務であろうと、ファミリー以外立ち入り禁止の場所なら人を残して待機させておくべきじゃないか。つまり誰かが意図的に彼らを遠ざけたと言いたいのか。ああ、ただその理由はわからない。ここにも誰もいないな。誰もいないなら勝手にさせてもらおう。できるだけ私に近づいてくれ。そうすればあなたも白で覆い隠せる。仲間と喜びを分かち合うことも忘れずにな。
列車のみんながピノコニーに到着した直後、サンデーさんはロビンさんを連れて俺たちを出迎えてくれた。その時彼女の声に少し違和感があったんだが、どうやら気のせいではなかったようだな。ロビンは調和が何らかの干渉を受けているせいだと考えていたようだが、私の知る限り運命の偉大な力に干渉できるような存在はそういない。それはつまり、ファミリーの中に裏切り者がいるとしたら、その人物は高い地位にいるか計り知れない力を持っているということだ。それもサンデーさんが裏切り者を捕まえられずにいる理由かもしれないな。他の死者の情報、特に共通点は見当たらないな。どうやら噂は正しかったようだ。死は無作為に被害者を選んでいる。そしてサンデーさんのコメントを見るに、彼は死のことをよく知っているらしい。彼はただそれが再び現れたことに驚いているんだろう。この公園水は厳重に保管されているな。きっと彼はこの記憶を大切にしているんだろう。ロビンさんはインタビューで、どれほど華やかなステージに立とうとも、自分が最も大切にしている公演は子供の頃に兄と一緒に開いたおままごとのコンサートだと言っていた。彼らの関係は今どうなっているんだろう。人は成長の過程で多くを得るが、その反面多くを失うこともある。ああ、時は全てを色あせさせる。幼い頃の美しい夢もいずれは覚めるものだ。ピノコニーの夢の主も、このオーディさんも、最近のサンデーさんの行動に不満を抱いていたようだ。彼らは死をあまり気にしていない。むしろ調和セレモニーと時計屋の方を気にしている。他の当主は死を大した問題だとは思ってないんだろう。ファミリー内部でも対立と衝突が多いようだな。死者についてかなり詳しく調べている。この裏切り者は長い間ファミリーを悩ませているようだ。どれもファミリー内部の人間のようだな。だが俺はこの中の誰にも会ったことがない。ん？この特徴は？何か気づいたのか？いや、何でもない。きっと私の考えすぎだ。その裏切り者が本当に存在するなら、彼がホタルとロビンを殺したのか。サンデーさんが今回の事件を重要視しているのはそれが理由なのかもしれないな。ここまでにしよう。他に注意すべきものはないようだ。門を入るまではファミリーを相手にすることになると思っていたが、まさか俺たちを迎えてくれたのが空っぽの屋敷だけとはな。気をつけろ、誰か来た。許可なく立ち入り禁止の場所に入り込むとは、
客人にふさわしい振る舞いではありませんね、ベルトさん。そして巡回レンジャーのヨミさん。すまないサンデーさん、声をかけられる人が見つからなかったからつい勝手に入ってしまったんだ。どうか許してくれ。たとえ出迎えがなかったとしても、普通は主人が来るまで待つべきではないでしょうか。そちらの巡回レンジャーはともかく、私の知る限り請求列車は正式にファミリーの依頼を受けている。わざわざここに来る必要はないと思いますが。俺たちがここに来たのは、調査で何か見落としているものがないか、サンデーさんと事件の状況を確認したかったからなんだ。いいでしょう。お二人が善意を持って来たのでしたら、私も追い返す理由はありません。大丈夫だ。彼は私たちが例の書類を読んだことには気づいてない。真実は未だ明らかになっていませんが、私たちはそれのすぐ近くまで迫っている。お二人に約束しましょう。裏切り者は間もなく代償を支払うことになると。俺も早く正義が明らかになればいいと思っているが、個人的にサンデーさんに教えてもらいたいことがある。ファミリーは一体どうやって犯人が内部に潜んでいると断定したんだ。率直に言うが、調和セレモニーの開催直前に混乱を引き起こすことはカンパニーの利益になる。ファミリーにはカンパニーが何か画策していると疑う十分な理由があるはずだ。他の当主もあなたと同じような疑念を抱いていました。しかし私の見解では、真犯人はあの死者のように目立つようなことは絶対にしない。そもそも私はとっくに自らの手で彼に枷をはめていますので、むしろベルトさんの疑念をそのままお返しします。私から見ればアベンチュリンさんを警戒すべきなのはあなたたちの方。悪人は高い壁を揺るがすことはできませんが、正義の心臓にナイフを突き立てることはできますから。アベンチュリンさんは商人であって慈善家ではありません。ですが今彼は町中でお金をばらまきながら一人でクラークフィルムランドに向かっている。一体何を企んでいるのやら。ファミリーは今でも人々の安全を守るため全力を尽くしていますが、皆さんもどうか用心してください。不測の事態を防ぐために。ビルポインターホットラインによると、恐ろしいエイジハゾアベンチュリン事件に大きな進展があり、容疑者が逮捕されたとのことです。この詐欺事件はスターピースカンパニーと博識学会の複数のセクションを巻き込み、多くの人的物的リソースを消耗させ、カンパニーに巨額の損失を与えました。本事件の容疑者はツガンニア4出身かつ第二次カティカ・エビキン絶滅事件の生存者の一人であり、生還難民渡航証を所持していませんでした。戦略投資部責任者ダイヤモンドの指示のもと、カンパニーは検証の精神に基づき容疑者に対して適切な対応を取り、引き続き調査を行い、その犯行動機を明らかにするとのことです。本当に綺麗な目ね。教えて。それは夜になると光ったりするの？もしそうならとっくに売り払ってるだろうね。あなたの目が永遠に閉じられることをどれだけ多くの人が望んでいるのか分かってないのね。奴隷のあなたが主人に反抗するなんて許されないの。でもあなたはあの男を倒してみせた。あなたを弁護する度胸のある弁護士はいないわ。どうする？
自分で無罪を主張してみる？それは別に難しいことじゃないけど、意味がない。自分の弁舌によっぽど自信があるのね。博識学会を騙した時も同じように思っていたの？僕は望みを叶えてあげただけ。君たちは完璧な健在を欲しがってた。そして僕は一つの可能性を示した。これはちょっとした賭けだったのさ。運が良ければカンパニーはエイジハゾの鉱山の中からあらゆるものを掘り出せただろう。砂の王の残骸すらもね。君たちは運が悪かったんだ。その点は否定しないわ。でも私が興味を持っているのは、これほど大規模な詐欺が行われたのに、どうして犯人を含め誰も利益を得ていないのかということよ。レディ、僕は自分の欲しいものをとっくに手に入れてる。君の前に連れてこられ、次の大きな賭けに出るというシチュエーションをね。なら、この2回目の大博打について話しましょう。教えて、今回は何を賭けるつもりなの？僕の命だ。君が僕を処刑場に送らないことに賭ける。それで、あなたの望みは？君たちのラーナに会わせてもらいたい。話があるんだ。その後は？金が欲しい。そんな簡単な話じゃないでしょう。そんな簡単な話さ。三十タガンバ、ちょうど僕の命の値段の半分だ。多くも少なくもない。その金さえあれば、僕は君より高い地位に上り詰め、もっと多くの富を手に入れられる。でも君は僕に与えようとはしないだろう。だから彼を呼んでくれ。面白いじゃない。でも残念、ダイヤモンドはあなたに会いに来ない。誰も彼には会えないの。だから今私がダイヤモンドの代理人として彼の代わりに決断を下しましょう。あなたは間違っている。三重多眼場どころか、もっと多くのものをあげるわ。富、地位、権力。カンパニーはあなたが望むもの、望まないもの、すべてを与える。カカワーシャ、いい名前ね。残念だけど、この名前は土に埋もれる運命にある。でもあなたは生き延びる価値があるわ。私たちのためにさらなる富を作り出すのよ。さあ、自分の好きな服と肩書きを選んで、それを活用しなさい、坊や。あなたの計略がいつまでも露見しないことを祈ってるわ。命ってのは長い投資みたいなものだ。正しい人を選び、正しいことを行い、正しい結果にたどり着き、世界に自分の価値を見せつける。一生正しい決断だけをするなんて不可能だけど、運はいつだって僕の味方だ。だから僕は今まで負けたことがない。地母神が僕を守ってくれているから。それなら今この瞬間も地母神は僕を見守っているはずだ。そして僕は必ず成功する。でもその後は？この難関を突破した後、今度は何が待ってるんだろう。大博打の後に僕を待っているのは、もっと大
大きな賭けだったりして、一回また一回と成功した後、数えきれないほどのチップを手に入れるのか、それとも一回の失敗で全てを失うのか。もう答えは分かってるだろう。卑しいギャンブラー。どういうことだ。僕は夢を見てるのか、それとも完全に狂っちゃったのか。多分その両方だろうね。もう僕のことを忘れたのかい。イーマニカの軍閥に電気椅子に縛り付けられた時、君にアイデアを出したのは誰だったっけ。もういい。僕は狂ってるのかもしれないけど、バカじゃない。僕の頭から出ていけ、調和の新生児。調和、バカ言わないでくれ。僕たちは別に初めて会ったわけじゃない。そんなによそよそしくする必要ないだろう。僕は君で、君よりも自分のこと、君が望んでいることをよく知ってる。君は死にかけてるんだ。そして死を前にしてもなお不運な人たちを道連れにしようとしてる。だからここに来たんだろう。盛大なショーなんて本当に自分にできると思ってるのかい。どういう意味だ。君は全ての人を騙せるかもしれないけど、自分自身だけは騙せない。僕が証明してあげる。君が完全に消えるまで、僕は君と一緒に最後の道を歩こう。歩きながらゆっくり話そうじゃないか。君は一体何者なんだ。この世界の大半の人たちは、ある一つの結果にたどり着くためだけに生きている。そして僕はその結果さ。カカワーシャ、僕は君の未来だよ。最初は幻聴、今度は幻覚か。本当にすごいな。次は僕が調和の司令に昇格するのかな。
違う。子供か？手を失うか、はたまた手に入れるか、買いだ。運試しと行こう。確か黄金の時は未成年者の入場を禁じていたはずだけど、ねえ君はどうして一人でここにいるんだい？どうしたの、お兄さん。気分が悪いみたいだけど。その目は。ありえない。君は何者だ？綺麗でしょ。お姉ちゃんは。これはマザーフェンゴからのプレゼントなんだって言ってた。カラフルな瞳は人に幸運をもたらすんだって。あ、お兄さんも綺麗な目をしてるね。とっても素敵だと思う。君は一人なのか？お父さんとお母さんは？お父さんとお母さんはこの遊園地にいるよ。先に入っちゃったからこれから探しに行くところなんだ。僕もう行かないと。じゃあね、お兄さん。お兄さんも楽しんでね。あの目、それにマザーフェンゴ。いや、ありえない。もう宇宙にエビキン人はいないんだから。出て。
カサマはなしだ。好きに使ってくれ。すべてを失うか、はたまた手に入れるか。ほらほら、アッキは俺様だけで十分だ。あの目、それにマザーフェンゴ、いやありえない。もう宇宙にエビキン人はいないんだから。お父さん、お母さん、待っててね。そこが見えない。まるでピノコニーみたいだろ。なんでまだいるんだ。ファミリーが救いを求める家族全員に本当に寛容だったなら、どうしてこんな高い壁や深い堀を築く必要がある。でもみんなそんなことは考えない。スイートドリームシロップの味はとても魅力的だからね。君はピノコニーで孤立無援だ。その高い壁を一人で突破するしかない。そんなことが本当に可能なのか。だから君はホテルに入るなり気取った帽子を取ってあちこちで助けを求め始めた。砂漠の中で食べ物を拾うハイエナのように。ともすればチャンスが消えてしまうと知っていたからね。君の話と比べればレイシオのアティニークジャクの方がよっぽどマシだな。僕が本心を語ることなんかめったにないって知ってるだろう。ちゃんと聞いた方がいい。ちょうどあの教授に言及したから言うけど、僕は君と彼の共通点が大好きなんだ。陰謀と策略、特に結末の部分、華麗なる裏切りがね。全ての人がそう思っている時、それが君によって入念に仕組まれた別の罠だなんて誰が疑うかな。図星だったみたいだね。君はそういう人だ。慎重で自分を過小評価していて、これだけ勝ってるのに誰よりも負けることを恐れてる。みんな君がゲームで大金をかけるところしか見ていない。テーブルの下のもう片方の手がチップを握りしめながら震えていることなんて知る由もない。大したものだよ。パブから招待があったのもうなずける。君は生まれながらの名優だ。人を騙すだけじゃなく自分を騙すのもうまいんだから。人前でボロを出さないようにするには先に自分を騙すのが一番なんだよ。もちろんわかってると思う。僕は君のことをよく知ってるからね。
どうしてあの招待を断ったんだい？君には優越を受け入れる機会があった。それは君が最も望んでいたものだったはずだ。それなのに君はカンパニーのテーブルを選んだ。ソンゴのためか？そうは思えないな。君はソンゴと何の関係もないだろう。君なら知ってると思ったけど、僕のことよく理解してるんだろう。もういい。今すぐ黙るか。目の前から消えてくれ。はいはい。でも今から消えるのは一体誰だろうね。とにかく僕じゃない。総理、世を注がどうしないで。答え、見つけてごらん。さあ、飲め。今度は僕が隠れる番だね。かけてもいい。きっと君たちは僕を見つけられないよ。かくれんぼか。甘い子供時代の思い出だね。母さんと別れた日、どれだけのカティカ人が君を狼のように追いかけてたっけ？かけてもいい。君は彼らのけたたましい笑い声を忘れられないはずだ。あの野蛮人たちの鼻先から逃げるために君と姉さんは血だまりの中で転げ回り、父さんが残した唯一の服をダメにしてしまった。あの服はダメになんかなってない。ずっと保管してある。あれはただのボロ布だ。もう二度と着られない。今の君は隠れる必要がないどころか、自分の繊細な服が雨に濡れるのを嫌がる余裕すらある。ずいぶん変わったものだね。僕は最初から変わってない。いや、君は
後のかくれんぼ。せいぜい楽しむといい。あの子はこの中にいるのかな。出て構わない。イカ様はなしだ。どうしないで。ほらほら、総流世を注がん。また手に入れるか。みんなを守って出て。こんなもん、気をつけて。あっきは俺様だけで十分だ。全てを失うか、はたまた手に入れるか。気をつけて。出て。どうしないで。答え、見つけてごらん。総理、世を注がん。手に入れるか。どうしないで。占領の異質か。頑張って。答え見つけてごらん。さあ飲め。あの子は。この中にいるのかな。
総理、世を注がん。動じないで。どうしてここに？おや、彼女の奇跡が君を苦しめてるのかい？僕はただどうしてそれがここにあるのか気になっただけだ。君が苦労して仕掛けたマジックショーがただの悪あがきだってことを分からせるためにね。奇跡の色はクリフォトの生体の光と同じ。よくこんな馬鹿げた言い訳を思いついたものだ。彼がもう少し用心深ければ君のザレ事はすぐにバレていただろう。これはただの餌だよ。ああ、だから君はレイ師匠の裏切りを計画の鍵の一つにした。あの教授の演技は真に迫っていたと言わざるを得ないよ。そもそも彼は演技なんかしてないのかもしれないけどね。オーク家の当主は異常なほどの支配欲を持っている。君は彼に十分な情報を与えながら隙があることを気づかれないようにしないといけない。だから君はレイシオを彼に合わせわざと計画が漏れるよう仕向けたんだ。相手に疑われないようレイシオには全て本当のことを話して彼もそれをありのままにサンデーに伝えた。そして最後、あの当主は君が仕掛けた餌を通じて目論み通りにもう一つの奇跡を見つけた。これによって君は三つ目の奇跡を隠すことができる。僕の頭の中を勝手に覗くな、クソ野郎。君の頭？僕たちの頭の間違いだろ。君は僕であり、僕は君。分けることはできないんだから。人前でボロを出さないようにするには、先に自分を騙すのが一番。僕に言わせれば、君は自分を騙せてなんかいない。今回うまくいったのは、ただ運が良かったからさ。これはサンデーが持っていたもう一つの奇跡だ。とても綺麗な緑色で、君のように人当たりが良く。俺の名前を教えてくれるかい？
わざわざ僕に聞く必要があるのか？じゃあ僕が思い出させてあげよう。砂金石は幸運と計略の石。君がこの石を手に入れた時、彼女はそう言ったんだろう。砂金石は珍しいものじゃないけど、ある宝石と色がよく似ていることから、その宝石の代替品として使われることが多い。そしてその高価な宝石は、翡翠と呼ばれてる。あのサンデーでも見抜けなかったんだから、翡翠も砂金石の代わりとして使えるみたいだね。自分の全てをかけている。君たちはファミリーより団結してるよ。言っただろ、チップ3枚で十分だって。だからオールオアナッシングなんだ。前者なのか後者なのかはすぐにわかるさ。それで本物の砂金石は？てくれよどこにあるのか知らないのか？ただ君の口から聞きたいだけさ。今のそれは本当に持ち主にお似合いだからね。なら君の望み通りにしてあげよう。それらは片時も離れてはいない。最初から一番ふさわしい場所にある。そう、この安っぽい宝石の中にね。君は出発前、砂金石を砕いた。その見た目、君の支離滅裂な人生にそっくりだな。どんなに輝かしい外見をしていても、中身は価値のない石ころ。そんなものでも君の命よりはるかに大事なものだ。こんなことをしたらどうなるかよくわかってるだろう。クリフォトの生態を冒涜した人間をカンパニーが許してくれると思うか？ダイヤモンドはいつだって結果を重視してきた。僕の生み出す価値がコストを大きく上回っていれば、過程や手段は問題にはならないさ。何の代償も払わずにファミリーを騙せるわけないだろ。大丈夫、孫悟の奇跡は砕けても効果を発揮するからね。たとえ効果が大幅に弱まったとしても、僕にとっては十分だ。本当に不思議なんだけど、どうして君は毎回危ない橋を渡ろうとするんだい？自分のために用意した選択肢はいつも決まって強い自己破壊の衝動を伴ってるじゃないか。まさか本当にリスクが大きいほどリターンも大きいなんて信じてるのかい？君がそこまでカンパニーに忠誠を誓っているとは思えないけど君にはわからないことがたくさんあるってことさ。僕がどうやって全てを手に入れようとしてるのかもわからないだろ。それは君が本当にできることが前提になるけどね。ま、その時になればわかるさ。奇跡
石が消えた。また調和の幻覚か。こんにちは。また会ったね、綺麗な目のお兄さん。うん、また会ったね。お父さんとお母さんは見つかった？うん、お姉ちゃんもいるよ。僕たち4人でかくれんぼしてたんだ。本当に楽しかったな。そうそう、ここに来る途中、お父さんがフルフル映画を見に連れて行ってくれたんだよ。それを言うなら、フィルム映画じゃない？そう、それ！たくさんの絵が並べられてて、動く壁画みたいになるんだ。僕とお父さん、お母さん、お姉ちゃんを一緒に置くと、家族になるんだよ。よかったら、お兄さんもやってみて。ずっと難しい顔してるけど、遊園地では楽しまないと。そうだね。うん。はあ。なかなかの点数だろ。はあ、つまんないな。黙ってるんだ。君は確かに僕の興味を引いた。僕が完全に君を理解してるわけじゃないことは認めよう。今回はやけに素直だな。素直さは数少ない僕の大切な品性だからね。わざわざ強調するまでもない。
あの迷路が見えるかい？君があそこから出てくるまでに、僕は君のことを完全に理解してみせよう。僕たちのスタジオの旅はまだ終わってない。君の走馬灯もまだ続いてる。そしてこの道のりが長く続こうとも、僕は全く気にしない。で一番高い岩より高い。それにお花もたくさんある。お姉ちゃん、この紫のお花あげるよ。行き止まりか。道を間違えたのかな。これは何か思い出したのかい。君には関係ない。ヒントが必要かな。これは君にはめられたカセだ。あの男が君に与えた最初の仕事、君が稼いだ最初の金、僕ははっきりと覚えてる。君はこの鉄の鎖を拳に巻きつけたんだ。それは君が見つけた唯一の道具だった。そしてあの迷路の中で君は、その過去を直視したくないのか、それとも自分の命が六重多眼刃しかないことを認めたくないのかな。僕が思うに、どっちも正しい答えじゃないな。君がそれを直視しようとしないのは、それが君の弱さを証明するものだからだろう。弱い奴が危険を犯したりするか。ああ、確かに君は危険を犯すのが好きだ。でも、なんだかんだで余計なものを手放そうとしないじゃないか。この美しい夢の中でさえ、君は自分の体で死を試す勇気しかない。あの同行者たちは君の切り札となり、もっと大きな役割を果たせるはずだった。ファミリーの汚点だって探せばいくらでも出てくる。必要なのは少しの犠牲だけ。オパールならとっくに解決してるだろうね。残念ながら君は彼には及ばない。でも君がそうしていればこんなことにはならなかったはずだ。どうしてそうしなかったんだい。職業倫理からじゃないだろう。君が言った小細工は確かに効率的かもしれない。でも僕はそれができないんじゃなくて、そうするつもりがないんだ。わかるかい。だって不公平な対戦なんて楽しくないだろ。公平まるで君の相手が君に対して公平であるかのような物言いだね。状況は明らかに君が不利なのに、なんでそんなに余裕があるのかな。あの仮面の愚者の言葉で君は一体何に気づいたんだ。彼女は僕に全てを覆せるほどの答えをくれた。全てを覆せるだって。
し去るってことか。それは反則だろう。この葉っぱを持ち帰ったら新しい花が咲くかな。一つはネックレス、もう一つはお守りだ。三つ目はない。君はいつもそう言ってるけど、本当は後悔してるんだろう。その二つを売らなかったこと。関係ない話を持ち出すな。自分の身を守って苦しみや貧困を憎まないで。きっと今でも耳に残ってるんだろう。君はいい子ちゃんだから、絶対に忘れたりしないはずだ。そう、君は覚えてる。姉さんの最後がどんなに惨めだったかも。背後から聞こえる鋭い笑い声がどんなに心をえぐったかも。姉さんに言われた通り、後ろを振り返りもせずに逃げたこと。他に話すことはないのか。話を遮られたのはこれで2回目だ。君は本当に分かりやすいね。ようやく君の考えが理解できたよ。本当に理解できた。最後にはこの美しい夢をひっくり返して最も盛大な死を作り出そう。これが君の主張だ。最初から最後まで何も変わってない。あの性格から始まってロビンの声の喪失、2つの殺人事件、サンデーとの交渉、さらにあの仮面の愚者のヒントに至るまで、ある一つの文字だけが君の興味をかきたてていた。そして今それは君の手に握られている。でも果たして誰の死なんだろうね。ダイスの目が出ればわかるさ。僕のために観客席を開けておいてくれ。君がどれほどの力を持っているのか見てみたいんだ。
やっぱりちょっと気になるな。もし最初からやり直せるとしたら、君はまた地母神に祝福された子供になりたいと思うかい？今回は静かだな。ようやくあいつが消えたのか、それとも僕が消えようとしてるのか。やっと出られた。帰るの？でも僕まだ帰りたくない。運試しと行こう。同じ場所にしか行かない。たとえ過去であろうと、今であろうと、未来であろうとな。
音が聞こえる。総理、世を注がん。動じないで。さあ、飲め。気をつけて。
さあ飲め。全てを失うか、はたまた手に入れるか、かいだ。何かわからないけど、お兄さんを見てると不思議な感じがするんだ。興味が湧くっていうか、なんかうずうずするっていうか。もっとお兄さんのこと知りたかったのに、もうお別れしないとなんて。お兄さん、楽しかった？君は帰るのかい？帰らないと。暗くなってきたし、雨も降りそうだから。みんなに心配かけるわけにはいかないしね。君の家はどこにあるんだ？おかしなこと聞くんだね。家はお父さん、お母さん、お姉ちゃんがいる場所。この夢だよ。この遊園地、この夢は本当に穏やかだよね。だからみんなここが大好きなんだ。でもお兄さんは嫌いなんだよね。
どうして？彼らがここにいないからだよ。じゃあ彼らはどこにいるんだ？わからない。わかってるくせに答えに意味がないだけだろ。認めた方がいい。君は疲れてるんだ。僕たちは疲れてる。だからここに残ろうとしてるんだ。彼も僕も。君の過去、そして未来としてね。どのくらい残るつもりなんだ？誰なのかも、遺産なんてものにも興味がない。ただ公正に仕事をするカンパニーの社員として、ファミリーのテリトリーで辛酸をなめ、熱い枷をはめられ、ステージの中央に押し出されることだけを望んでいる。そしてこの宴の3人目の犠牲者になろうとしている。僕にはできる。それも完璧にね。はあ、そりゃできるだろうね。君の幸運はきっとちょうどいいタイミングで君を助けてくれる。一つの性格と一人の使命。ただそれだけの話だ。これでカンパニーもテーブルにつく資格を手に入れられる。そして君も果てしない渦の中から抜け出して、夢にまで見た救済を得ることができる。別に初めてじゃない。これは君の一番得意な、一番望んでいるやり方だ。このドタバタ劇は死で始まり、死の中で幕を閉じる。だからダイヤモンドは君を選んだのか。彼が欲しいのはピノコニーだけだ。手段も代償も厭わない。具体的な人間とも関係はない。それは大変そうだね。急に思いやりが出てきたけど、両親がいたんだのかい？僕は結局君の自我の中から生まれた存在だからね。投げ出したチップを取り戻すことの難しさはよくわかってる。僕は君がすることを止められない。君が行く場所も僕たちには変えられない。覆水盆に帰らずってやつさ。僕たちにできることは、全てのチャンスをつかんで1秒でも多く勝ち取ることだけだ。
人は一生正しい決断だけをすることはできない。たとえ常に幸運が味方しているとしてもね。君は常に勝ち続け、負けたことがない。でもどうして君なんだ。どうして君じゃないといけなかったんだろう。もし幸運な人の奇跡が彼の愛する全ての人、さらにはそれ以上に多くの人の不幸の上に成り立っているとしたら、もし君のもたらす雨が地母神の慈悲と恵みの象徴なんかじゃなく、何度も訪れる無意味な死でしかないとしたら、私たちは一体どれだけの過ちを犯してこの世に生まれてきたんだろう。その終点にたどり着いたら、僕たちの迷いも答えが得られるかもしれない。わかった、僕は先に行くよ。この先で君を待ってるから。最後の時間を使ってこの子にちゃんと別れを告げるんだ。できる限り後悔なく死ねるようにね。これで残ったのは僕たちだけだね。僕の写真を撮ってくれる？記念にしたいんだ。いいよ。僕の写真を撮ってくれる？記念にしたいんだ。よかった、これで僕も自分の姿を見られる。今度写真を撮るときはレンズを見た方がいい。そうすればもっと自然な表情になるからね。うん、そうする。それでお兄さんもそろそろ帰るの？僕はまだ帰れないかな。ここでまた別のショーをするからね。じゃあもうすぐステージに立つんだね。なら行こう。ステージのところまで送ってあげる。ああ。お兄さんって役者さんだったんだ。道理で綺麗な服を着てると思った。いや、実は僕は商人なんだ。でもここでショーをするんだよ。黒い服を着た人たちみたいに？でもお兄さんは黒い服を着てないよね。あの服を着てるのは一般のスタッフだけなんだ。僕のポジションは、you
この幕の裏がステージだよ。もうすぐ出番だけど準備はいい？公演がうまくいくよう祈ってるね。ありがとう。まだ緊張してるみたいだけど、よし、じゃあ手のひら合わせしよう。チボシンの加護があればお兄さんも気が楽になるはずだから。手のひら合わせはちょっとした儀式なんだ。手のひらを合わせてマザーフェンゴに祈りを捧げると、マザーフェンゴが祝福してくれるんだよ。知らないなら僕が教えてあげる。大丈夫、知ってるから。もちろんね。ここでお別れだね、カカワーシャ。もうすぐカティカ人が来る。どうして？カティカ人は僕たちのお金も食べ物も奪って、お父さんとお母さんまで殺したのに、これ以上何が欲しいの？カティカ人は血に飢えていて残忍で欲深いの。彼らは全てを手に入れたいと思ってるから何も得られないままなんだよ。これは計略であり復讐でもある。覚えてる？今日はカカワの日。そう、あなたの誕生日なの。彼らはエビキン人がこの日に必ずお祭りを開くことを知ってる。この雨を利用して彼らは私たちの荷車を壊し全てを奪いに来る。でもカティカ人たちは今回私たちが抵抗しようとしてることも、空から来た黒い服の人たちが私たちの味方をしてくれることも知らない。彼らがいればカティカ人に勝ち目はない。必ず自分たちの傲慢さの代償を支払うことになる。この雨がなければカティカ人は行動を起こさないし、私たちもチャンスをつかめない。これは全部チボシンのお恵みなの。そしてあなたはカカワーシャ、あなたの幸運がお姉ちゃんが成功するよう守ってくれるんだよ。でも誰か死んじゃうかもしれないし、お姉ちゃんだって危ないし、これのどこが幸運なの？どうしてこんなことするの？エビキン人は必ず仇を討つ民族だからだよ。チボシンが私を呼んでる。お父さんとお母さんも私を待ってるから答えないといけないの。でもチボシンはあなたが生き残れるよう幸運を授けてくれた。あなたが生きている限りエビキン人の血が絶えることはない。だから逃げてカカワーシャ、怖がらないで。絶対に振り返っちゃダメ。山の向こうへ行くの。雨はあなたと共にある。きっとあなたを守ってくれるから。そして私たちは次のカカワのオーロラの下で再会する。チボシンがあなたのために三度瞳を閉じますように。あなたの体を流れる血が永遠に巡りますように。旅がいつまでも平穏でありますように。計略が決して露見しませんように。さようなら、カカワーシャ。スターピースラジオが本日のニュースをお伝えします。カンパニー市場開拓部のスポークスマンによると、無主性グッズガンニアで小規模な反乱が起きたとのこと。現在状況はコントロールされている模様です。反乱を起こしたのはカティカという部族で、この部族は長い間カンパニーに対して不満を抱いており、市場開拓部の現地での活動にも深刻な悪影響を与えていました。カティカは
カンパニー保護下にあるエビ金属に大規模な襲撃を仕掛け、判明しているだけでも6728人が死亡、3452人が行方不明となっています。負傷者は現在医療救助組織トラウマフロントが受け入れており、スポークスマンはこの深刻な人道的災害に深い哀悼の意を示すとともに、全生還市民に向けて本件に関する重要なスピーチを行いました。最後、彼は私たちが生まれながらにして持つ基本的権利を守るため、生死、種族、思想にかかわらず、孫悟の大槌は全ての生命に振り下ろされるでしょうと述べました。カカワージャ、よし、役者の準備は整った。いよいよショーの始まりだ。この公演は君に捧げよう。これが君に忘れられない思い出を残してくれることを祈ってるよ。そうでした。行く前に一つ個人的な質問をさせてください。あなたは本当にこの世界を自らの手で滅ぼしたいのですか？仮に、あくまでも仮定の話だけど、僕がダイスを振るたびに毎回この結果になる可能性があるなら、きっと僕は喜んで賭けるだろうね。この人がヨミ？はじめまして、私はヒメコ、請求列車のナビゲーターよ。はじめまして、うちはミツキナノカ。彼女とは知り合いだろうし、紹介はいらないよね。はじめまして。誰も私が現れたことに驚いてないようだが、ベルトが一緒に行動すると決めたってことは、あんたを信頼してるってことだもの。私たちも同じようにベルトの判断を信じるわ。あなたたちの関係は本当に羨ましいな。ヨミさんは危険分子ではないし、請求列車に敵意を持っているわけでもない。アベンチュリンさんは彼女を一方的に犯人扱いしていただけだ。これからも協力を続けるなら、彼には納得のいく説明をしてもらう必要がある。それって、三者が顔を合わせる場を作りたいってこと？アベンチュリンさんの行動の裏にはもっと深いロジックがあるはずだ。きっと彼は最初からピノコニーの秘密に気づいていて、それを暴くためにいろいろと画策していたんだろう。こうなった以上、彼の計画の中で請求列車がどの位置にいるのかが重要になる。最悪の場合、俺たちを利用してとんでもないことをしでかそうとするかもしれない。そこまで事態が発展した場合を考えると、味方は一人でも多い方がいい。ピノコニーには様々な勢力が林立しているから、状況はベローブルグや泉州よりも複雑だ。また変なこと言って。でもその勢いはいいね。いずれにしてもピノコニーの危機を無視するわけにはいかないよ。時計屋の謎を解き明かすには
カンパニーの持っている情報が必要になるわ。たとえあちこちに危険が潜んでいたとしても、それに立ち向かうのが開拓よね。意義はないようだな。それでヨミさんは？もちろん同行させてもらう。じゃあ出発しよう。でもどこに行けばあいつに会えるのかな。焦らなくても大丈夫よ。本当に何か画策してる人がいるなら、その人物はきっとどうにかして私たちを巻き込もうとするはずだから。役者と観客の両方が会場に来なかったら、アベンチュリンさんの仕掛けが無駄になってしまうでしょ。行こう、みんな。開拓の道を貫く時が来た。Yep. Huh? Oh, oh, oh.